戦の時間内なら何度でもチャレンジできるから焦らなくても大丈夫。最終的に合計エースポイントの規定順位内に入っていれば決勝に進めるルールだよ。あと同じように予選に参加してるチームに遭遇してその機体を撃墜するとボーナススコアがもらえるからね。
入れていくよ。俺のバーズ耐性を。うわ、何か外さない。俺のバーズ耐性を。何食らえ。これくらい。トリア、バナナ
遅い。見せ場を作る。あと少しで勝てる。家族が見てる。やれねえ。敵が来るよ。